に金子たらしでございます。お名前をどうぞ。北村愛理です。北村さんよろしくお願いします。北村さんは何お困りなんですか？全身疲れてます。全身疲れてる、なるほどね。サウナ行け、はい。何が手なの？暑いんですよ。いや冗談ですよ。全身の疲労感ってことですか？そうです、疲労感ですね。じゃあ特別どっかが痛いとかそういうことじゃなくて？それもあります。どこが痛いんですか？今だとこの関節ですね、肘と手首、成長痛みたいな感じ。成長痛？おいくつ？29で成長痛。頭湧いてるの？今一番困ってるところはどこ？関節痛。左手？なるほど。両方です。両方なんですか？両方です。常にその痛みがある感じです。じゃあそれ今までどうしたの？放置。え、どういうこと？病院に行ったりとか。たまにこう痛いとか。そんな全くスイッチが。だってこれもう一回やってください。これ肩でちょっと伸びてんの？これあら、手首ですよね、痛いの。手首が痛い。肩よいしょ、肩よいしょ。なんかこの辺の凝りかなみたいな。こっちの凝りがここに来てるのかな。そうかなって思って。適当。たまに引っかかった感じみたいな時があって、なんでグッて言ってパキッて直してる感じ。ん？なんどういうこと？整体の方？違います。まあ、まず手ですね、主症状はね。はい、じゃあ前屈してみてください。手を腰でゆっくり反ってください。手のひら上にしてください。僕の感じだと多分親指と中指、こっち側は薬指なんですよ。脳で一番命令がいくとこって全身でどこだと思います？指先。そう、一番じゃないんだよね。一番は顔なんですよ。二番が手指なんですよ。手指が緊張してるってことは実は脳と相関してる可能性があるんですね。中指縮めますよ、力抜いて。なんか縮めてくるよこれ。そうすると、あ、これね、痛いね。面白い。で親指これね、縮んできますよね。この親指のこの痛いのとちょっと睨んでます、いいよ僕。俺が触られてるこの痛み、これを消すようにしますね。手の痛みですね。それをやっていきたいと思います。これ結構でも現代人多いんですよね。パソコンのせいなのかスマホのせいなのか分かりませんけど、電磁波も結構もらったりするんですよ実は。脳の疲れが手に来る場合もあるし、手に入ってきた刺激で手がしびれる場合もある、はい、筋肉の間の中に神経があって、それがちょっと縮んでらっしゃるんですね。お友達に紹介されたってことなんですけど、お友達は僕のこと何か言ってました？結構テンション高い人だよみたいな。そんな YouTube の前だけですよ、一人でいつも僕はもう体育座りで座ってるんですから。すいません。これで伸びてるはず。もしかしたら手のこの神経が全身脳疲労の一つの原因というか、倦怠感というか、それを感じてるのは実は肉体的に筋肉的に疲れてるんじゃなくて、脳が疲れてることなのかもしれないですね。うちでやってる神経のストレッチっていうのも実は手に結構時間かけます。手指に、私肩って言ったのにって疑問に思いながらも、でも手やられます。中指痛いです。知ってます。多分これでいったと思います。あ、だいぶ、ね、はい、なったでしょ、うん、見てる人も、ね、覚えてる。指をストレッチするって言ったらこうグニューってグニューって伸ばすじゃないですか、うん、じゃなくてこの指の関節をできるだけちょっとしか曲げない状態で伸ばすんですね。これ筋肉をストレッチしてもダメな人って結構いっぱいいて、うん、そういう人は筋肉じゃなくてストレッチを神経にするっていうことをやっていただくと、だいぶ今までと違った結果になってるでしょ。あなたは指だけでいくか、頭蓋骨の方もストレッチをして柔らかくなるんではないかと思われます。ただちょっと内股なんですね、はい、どっちよ、痛いくすぐったい、痛くすぐったいです。これだね、あなたが悪い。これどうした？つぼりました。つぼりました。くすぐって。 OK、 息吐いて、これか。ウィーフ、すごいリアクションで、ウィーフって言った今。何それウィーフって。はい、吸って。これ内股の原因これだね。ウィーフ、何なの新商品ウィーフ。吸って、すごいよね、今まで味わったことない痛みだよね。そうですね、これが神経上に出れてるってことなんですよ。これを下に持ってくるんですね、こうやって、うん、さっきこう痛かったでしょ、はい、もう痛くないでしょ、はい、神経を元の位置に戻したと、はい、最後ちょっと頭蓋骨ですね。なんで今上向かなくていいんだよ。すいません。何勝手に上向いてんの。見たくて、顔が見たくて。顔が見たくて、目つぶってたじゃない。頭蓋骨のここにね、切れ目があるんだけど、うん、OK、ちょっとここあるんだよ。あーひーって言ったらいいな。あーひー、終わってた。
痛い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  OK、うん、完璧じゃないけどちょっと内股治ってもない？はい、これで多分柔らかくなってると思うんだよな。あと前屈してみてください。どうぞ。おお、さっきより行くでしょ。さっき行ったでしょ。行きました、行きました。はい、じゃあ次後屈ゆっくり行ってください。おお、すげえすげえ。要は脳疲労ってことですね。骨格筋疲労、いや筋肉的な疲労ではなくて脳的な疲労が手に出てて、手のその緊張を取ったらその他の脳の疲労も緩んでしまったので大丈夫みたいな感じに脳は指令を出してるんですね。もも裏伸ばしたりとか、こう体を伸ばすストレッチ一切やってないもんね。やってないです、うん、頭と手しか触ってないもんね。はい、感想的にはどうですか、受けてみて。痛かったです、思ったより。あ、そう。そこね、顎はね、このグッと噛み締めてる三叉神経っていうところも結構緊張してて、全体的に見ると体の筋肉的な疲労は確かに見当たりませんでした。症状に一番出てたのはこの前腕の手でしたね、はい、自分の疲労が脳に出るんだよってことを知っていただくといいかなというふうに思います。新しい発見です。覚えておいていただければと思います。大成功ということでよろしかったでしょうか。はい、はい、ストレッチを医学に金子と北村です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。金子さんのストレッチって本当に効くのかよ。いやいや、俺は整形外行ったって柔道整復師にやったってダメだったんだよって言ってるところのあなた、金子だらけのストレッチにぜひ挑戦してみて、挑戦者は概要欄。シリーズストレッチトレーナースタッフ募集のお知らせです。学びながら仕事がしたい、そんな熱意のある方、金子たらしと一緒に仕事をしましょう。エントリーは概要欄から。